本日最後のプログラム、パネルディスカッション質疑応答開演とさせていただきます。この質疑応答に入っていく前に、マネックス証券講師陣の2022年のマーケット展望をいただきます。日本株、米国株、為替、そして、本年の注目テーマなどを講師陣に伺ってまいりまして、その後、皆様から頂戴した質問にご回答いただくという流れになっております。それでは早速進めていきたいと思います。講師陣の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速伺ってまいりましょう。まずは2022年の日経平均株価、どのようになっていくでしょうかという質問です。日経平均のチャート、このような形で推移しておりますが、さあどのような予想になっているでしょうか。ご覧いただきましょう。こちらです。はい、日経平均昨日14日金曜日は 28,124 円で終わりました。そして今年の高値がどこまでいくかという予想において、ひろきさんが 38,000 円ということで、大変明るい展望をいただいております。ひろきさん、こちら先ほど講演の中でもバリエーションの計算については触れていただきましたけれども、ここまでいきますか。明るい展望ですかこれ。だって 38,000 したらたった1万円しか上がらないってことですよ。他の方が結構あ、そうですか。たった1万円しか上がらないし、で史上最高値更新38,915 円、それもいかないということなので、あんまりそれほど強気の、ね、見通しじゃないとは思いますけれども、はい、その理由は先ほど講演の中で話しましたけれども、バリエーションが過去平均に戻る、それだけなんですよ。今バリエーションは低いので、その低いバリエーションを元にすると皆さんのこの 32,000 円というところだろうと思いますけれども、僕はバリエーションが過去平均15倍の半ばまで戻るだろうと、その理由は後で申し上げますけど、コロナが、より一層落ち着いてくるだろうと。そうなるとやはりセンチメントも改善してバリエーションが上がるという見立てになっておりまして、今日経平均の EPS 一株当たりの利益が2000円の半ばに近いということになると、バリエーションが1倍2倍違うだけでもそれで5000円ぐらい違うわけですから、実は皆さんとそんなに大差ないということだろうと思います。はい、今日経平均こう本当に三角の持ち合いの中 で、ね、はい、動いてます。いつぐらいにこう同意づくんでしょうか。ちょっと離れるとすると、やっぱり本決算の発表がある春ぐらいだろうと思いますね。そこで来期の見通しを織り込んで、3万円回復、昨年の高値を抜けて、3万1000円台から3万2000円台に入ったところでですね、ちょっとその後は夏枯れ、例年通りの夏枯れ、今年はアメリカの中間選挙もありますし、そんなような不透明感で動かないんですけれども、秋口からまた大きく動いてくるというのが、僕の見立てになっております。はい、ありがとうございます。続いてはアメリカの市場がどうなっていくでしょうかということで、ダウ平均の予想もいただきました。昨日14日金曜日、35,911 ドルで引けています。さあ皆さんの予想はこちらです。はい、やはり今ちょうど講演終わったばかりですけれども、岡本さんにお話ちょっと伺いたいと思います。ひろきの方が日経平均は3万円しか上がらないというふうに言っておりましたけど、私はアメリカ株ダウは3000円も上がるというふうに、はい、申し上げて、ちょっと冗談を言っておきまして、約 10% くらいのリターンが、この金利が上がる環境下においてですね、正当化される、上昇率ではないかなというふうに、企業業績の伸びも考えてですね、この辺は先ほどの私のお話でマーケットの見方を説明させていただきましたので、それぐらいのリターンが見込めると1年を通して、ただ利上げの年なのでマーケット非常にボラタイルになるということで、年初からすると 10% 程度の調整というのはあっても全くおかしくないというふうに思っています。はい、ボラティリティはありながらも最終的には上がっているだろうということですね。はい、はい、松本さんは本当に日本の個人投資家の間でも米国株大変人気ですけれども、
まあ、あれですよね、はい、この金利が上がる年なので、うん、まあ、ちょっと若干上値重いんじゃないか、だから、まあ、10% しか上がらないという、そういう予想にしたんですけれども、ただアメリカ株の場合には、こう、今までこう、動きながらも必ずこう、下がればまた戻していくってことを繰り返してきた、まあ、これ国策としてそういうふうにしてきているので、はい、大変強い経済なので、まあ、私的にはこう4万っていうのはこう控えめに書いていて、少なくともこのくらいはいくだろうと。で、まあ、おそらく、リスクとしてはもっと上に上がることの方が大きいんじゃないのかなっていうふうに思って。もっと上もあるかもしれないということですね。はい。そして為替も伺っておきましょう。さあ、ドル円相場のチャートです。年初はドル高が進みまして、一気に1ドル116円台に乗せる局面もありました。ところが足元ではまた113円50銭ぐらいまで、少し円高気味になっている。これは雇用統計セミナーなんかでも吉田さんが、予想されていた通りの、今値動きとなっているんですが、皆様の展望はこのようになっています。おおむね皆さん円安ドル高になるという予想ということになっていますが、吉田さん、123円もあり得る。そうですね、まあ、大橋さんにはいつも月例の雇用統計セミナーでもお付き合いいただいているので、ある意味僕の素顔見としての一番よくご存知の方のお一人なわけですけれども、はい、ポイントはやっぱりよく動き出したと、為替相場よく動き出したということで、ドル円相場年間の平均最大値幅でも10円ぐらいっていうのが一昨年までずっと続いてたところがですね、はい、去年はまあ102円115円ということで13円ぐらいということで、まあ、ちょっとですけれども値幅拡大していますので、金融政策 の, 変転換局面においてボラティリティが上がってるっていうところは今年にかけてやっぱり続く要素として注目しておきたいなと。それに加えてやっぱり例年中間アメリカで中間選挙のある年っていうのは為替相場ってすごく動きやすいんですね。ボラティリティが上がりやすいということもありますので、ですから去年並みの13円とか14円とか動くっていうふうに考えたら安値がどこまであるかっていうところがポイントで、110円まで下がったとしたって13円動くんだったら123円になるわけですし、そこまで下がらないんだったらもっと上がるのかもしれないし、ボラティリティがこう上がり始めた状況が今年も続くかというところを一つ注目したいなと思っています。このアベノミクス、黒田日銀のバズーカ緩和と呼ばれた時には124円5円ぐらいまで、あったかと思うんですが、あの時は円安だったかと思うんですが、今回のこの120円超えっていうのは円安なのかドル高なのかどっちなんでしょうか。もちろんアメリカの金利上昇に重なるような形でドル高円安が進んでいるのでドル高ですよね。ドル高、はい、はい、では大月さん、金利面から金利はこのまま上がっていってドル高という考え方なんでしょうか。そうですね、まあ、今のレベルよりは上がっていくと思うんですが、長いトレンドで見るとアメリカの金利も、まあ、世界的にですけれども金利上がりづらくなっているので、うん、我々の今年の10年国債利回りアメリカの場合って、まあ、せいぜい 2.5 まではいかないぐらいではないかなと思いますので、それでまあ吉田も言いましたけれども、2.5 を超えてくるようだったらもしかしたらもっと、ドル高になってもいいのかなというレベルですよね。うん、反対に円高になるリスクというのは今年はほとんどないと言っていいんでしょうか。でも下値は、はい、そうですね、おっしゃる通りで、やっぱり金利に注目した場合ってどうしても先進国の中で最も動きづらい日本ですから、もちろん政策金利ではなくて長期金利の方は、今やっているイールドカーブコントロールという日銀の長期金利も操作するという極めて国際的には異例な形ですが、それを少し今のレンジから広める形でもう少し長期金利が上がり、結果としてドルがそこまで単円で上がらないという可能性は
排除できないシナリオだとは思いますけれども、うん、おっしゃっていただいた通り、どちらかというとやはり円側の金利が上がりづらいということで、差は広がるんじゃないでしょうかね。うん、じゃあ世界の主要銀行が、まあ、利上げや、まあ、緩和縮小に動く中で、日銀もややそれを緩めるというか、きつめにするという動き、イールド株コントロールの幅をこう少しこう広げるとか、はい、動く可能性あるってことですね。あとは、まあ、昨日ぐらいから、はい、報道が出ているような、口先でのコントロールということで、まあ、来週その次の政策決定会合とかは、はい、その、結果よりはその後の、黒田総裁のコメントですとかニュアンスですとか、そこら辺はやっぱり注目ですよね。はい、ありがとうございます。ではここからは、講師陣の今年の注目セクター、注目テーマに触れていただきます。こちらです。松本さん、インフレはインフレでも ESG によるインフレという側面もかなり注目なんですね。そうですね、まあ、よく、まあ、簡単に考えられるのは例の、 カーボンニュートラルとか、まあ、そういったことでエネルギーの値段が、供給が減ってエネルギーの値段が上がると、あるいはこう ESG の S の絡みで働き方とか変わり、まあ、人件費が上がってしまうと、働く人が減って働き方が変わり人件費が上がると。従来のインフレって金利を上げれば抑えることができたものが多いと思うんですけれども、うん、こういう ESG というネタでカーボンニュートラルによる施行することによるエネルギーのが上がるとか、S のが引っ張って人件費が上がるというのは、金利を上げてもこう止められないかもしれないっていう、ヘッジができない可能性があるという意味で、この ESG を起源とするインフレっていうのは、まあ、今まであんまり見てこなかった類のものなので、ちょっと注意して見る必要が、はい、マーケットに対するいろいろなインプリケーションがあるので、注意して見る必要があるんじゃないのかなと思います。はい、これはヨーロッパ主導で始まって、でアメリカもトランプさんからバイデンさんに政権が変わって、一気にその機運が世界に広がった印象があるんですが、中間選挙でもし民主党がこう大敗したりすると、アメリカがこの ESG とかカーボンニュートラルに少し後ろ向きになるとかいう可能性はあるんでしょうか。まあそれは、まあ、例えば中間選挙を待たなくても、例えばこの間 EU 委員会がリニューアブルエナジーに天然ガス入れたりとかですね、はい、そのこういうESG とかルールメイキングをドリブンにするものっていうのはよくわからない部分があるんですよね、うん、そういった意味で中間選挙もそうですけれども、いろいろなこうなんか政治とかこう世論の流れによってインフレが起きちゃったり、はい、あるいは止まったりするという、その代わり金融政策によってはそれはコントロールできないかもしれないというので、ちょっとこう注意をしておく方がいいと思います。はい、じゃあいろいろ見直しも入りながら、だけれども世界的にはこちらに進んでいるので、気をつけていかなきゃいけないインフレの要因だということですね。資源とかやっぱりどうしても上がりがちになると思うんですよね、はい、それはさっき塚本のプレゼンでもあったようなコモディティをもう少し持った方がいいんじゃないかっていう話にもつながると思うんですけれども、はい、まあ、そういう観点は持った方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます。そしてひろきさん、コロナの収束、今オミクロンどうでしょうか。ものすごい勢いでオミクロンの、ね、うん、感染が増えてますよね、はい、まあ、だけどもだから非常にこれはもう警戒感が高まってるわけですけれど、ただ一つ明らかになっている事実としては、重症化しにくいというのはいろんな報告が上がり研究があり、これは多分かなり確信度が高いんだと思うんですね、重症化しにくいというのは、はい、で死者数、死亡者数も少ないし、感染力が強いので感染者は多いんですけども、その大半が軽症で、無症状の人もすごい多いということです。したがっておそらく今のオミクロンというのは感染力が強いんだけど毒性は弱いということがだんだんはっきりしている中で、もうすでに一番最初に見つかった南アフリカでは感染者数減少に転じていて、イギリスももしかしたらピークアウトしたかもしれない。でそういったイギリスはやはりこの感染力が強いけど毒性が弱いということ
ということで、行動制限とかをしていなくて、ウィズコロナ、コロナとの、まあ、共存という戦略を今取っていて、でこれでいろんな研究者が言ってるのは、おそらく今回これでオミクロンが全部広がりピークアウトした後は、おそらくパンデミックではなくエンデミックに局所的な流行、いわゆるインフルエンザと同じようなものになっていくだろうという見通しが、複数の研究所から出ていて、ビル・ゲイツさんなんかも同じようなことを言ってますよね。だとすると、これ、やはりコロナっていうもの、我々も2年、付き合ってきたわけですけど、この2年間、ものすごいやっぱり経済にしろ、企業業績にしろ、いろいろまあ苦境があり、まあ、その中で良くなったり悪くなったり繰り広げてきたわけですが、ようやく3年目でですね、終わりが見えてくるということはね、もしもそうであるんだったら、これはもうすごい大きな、マーケットであり社会であり経済の転換点に来ていると思うので、これは本当にそうなるかどうかは分かりません。ただ希望や可能性は十分あると僕は思っていて、まあ、それだけ注目したいテーマとして挙げさせてもらいました。そうするとアフターコロナで注目されてはデルタ、オミクロンでこう出鼻をくじかれた航空とか鉄道とか、うん、ああいったセクターは今年こそいいのかなだと思いますね。そういう可能性も十分あるし、非常に幅広く、はい、やっぱり考えていくきっかけになると思いますよ。投資なり戦略をですね、はい、日常が戻ってくるということですね。でこれすごく実は大きいテーマで、はい、今のインフレ、例えばその松本さんおっしゃられた ESG によるインフレというような構造的なインフレもあれば、コロナによるその一時的な供給制約、人手不足によるインフレという部分もあるので、まあ、このもしもこのコロナの収束というのが、まあ、かなりのレベルで進むのであれば、そのインフレの沈静化のところにも関連するだろうし、それは FRB の金融政策や金利上昇にも関連するし、すごくいろんなところの、まあ、パズルの、まあ、起点になるようなテーマだろうと思います。はい、ありがとうございます。そして大月さん、金利と新しい金融ということです。全体にはお金の流れ、新しいお金の流れっていうことをで書かせていただいていて、まあ、金利って書きましたけれども、その、さらに、先にあるはずであった FRB の資産の圧縮、縮小というのがちょっと早まってますよね。でこれは金利の上昇以上にお金の流れも変えますし、これで支えられてきたいろんなアセットの価格にこう変動を与えるわけで、今までそこまで大きく FRB の資産って減ったことないんですよね。緩やかな形で2018年とか減ってますけれども、そのレベル感とは全く違う形でFRB の資産の縮小というのがあった場合に、どういう形でお金が流れるのか、まあ、入ったところから逆流するのかどうかということをすごく注目しているというのが全般部分でして、でもう一つ新しい金融というのは、まあ、そういった形でフィアットといわれる法定通貨の流れがいろいろもう今年はまあぐしゃぐしゃというかですね、今までにない動きをするという中で、規模は小さいですけれども新しい流れが出てきているというのが先ほどの暗号資産でもあり、ディファイ、もうちょっと広くディファイと呼ばれる分散型でお金を管理する、お金の流れを管理するっていう動きであって、まあ日本でも、去年の後半に STO とセキュリティートークンオファリングとかで不動産を新しい形で、不動産を新しい形で持とうっていうトークンが出てきたりとか、これ瞬間蒸発並みにやはり人気だったんですが、まだ実験段階でこういったことが新しく出てくるのも注目したいですし、他の方々もいろいろな形でプレゼンで触れた NFT もありますし、そうですね、そういったことが全体に、新しいお金流れとして牽引する動きを今年は注目したいと思ってます。はい、ありがとうございます。そして岡本さんもインフレ、そしてメタバース、講演でも取り上げていらっしゃいましたね。まずインフレにつきましては、まあ、皆さんよくご存知の通り経済指標を見ていてもですね、アメリカでは、まあ、日本と比べてもやっぱり高いレベルでのインフレが起きているという、まあ、
こういうデータが出てるわけなんですけども、それに加えて、まあ、私がそのアメリカの友人とたまに話してみるとですね、もうその日本の、常識ではこう考えられないようなこうインフレがこう生活の中で起きていると。例えばその庭の、ね、家を持っている人が、草刈りをお願いするわけなんですけどとか、あとはその家のヘルパーですよね、お手伝いに来てもらうと賃金5割上げてくれないとやらないっていうふうに言ってるんですよ。5割、すごい、うん、それでもやはりこうなかなかこうや休んだりしてこないとかですね、そういう状況なんですね、うん、で、まあ、今年はさすがに下がってくるとは思うんですが、まあ、それが下がらないっていうことがリスクかなというふうに考えています。はい、それからまあメタバースにつきましてはお話しました通り、長いこう投資期間の投資のテーマだと思うんですけども、まあなんていうんですかね、真剣に検討をするに値する投資のテーマではないかというふうに思っています。はい、そして吉田さんもやはりインフレが今年最大の注目ということですね。そうですね、特にまあ自分の専門の為替ということで言うと、このインフレをどう相場分析に生かすかっていうのはすごく重要なポイントだろうなと思ってまして、で例えば今週かな、発表になりましたアメリカの消費者物価は1982年以来の上昇率とかってなるわけですよね、うん、はい、でこの頃ってまさにドル高が大きくこう進んだ局面であって、インフレっていうのは言うまでもなく物の価値が上がるので相対的に通貨価値は下がるわけですから、購買力低下なんかはどん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 こう下がっていく。一方でそのインフレ対策として政策金利を上げるので、金利を上げるので実勢相場っていうのはそれにつれてやっぱり上がりやすいということで、1982年83年とドル高が大きく進んでやっぱり購買力低下を大きく上回っていくような動きになったんですけれども、まあ、ちょうどその頃って、レーガン政権一期になるわけですけれども、レーガン政権一期ではビナインネグレクトということで優雅なるドル高の放置ということでドル高政策を取ったってこともあってですね、すごくドル高が進んだんですけれども、今回も似たような局面になるのか、それともさっきお話したみたいにインフレは通貨価値の相対的な下落を意味するものでもあるので、通貨安になるっていう側面もあるので、両面があるんですね。ですからそこをどう当面の相場分析に当てはめていくのかというところが重要な鍵になると思っておりますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。はい、その日本の企業物価指数なんか見てても、今まだ企業がすごく頑張ってるところですけど、これを消費者に転嫁する動きが加速すると、やはり消費者物価指数も急に上がるということも考えられますかね。日本もいよいよインフレの時代と。日本は、私もアクティビストファンドの運用でいろいろな日本の企業の、CEO とかとエンゲージメントで直接話すんですけれども、はい、やっぱりこう企業の仕入れの材料の値段を転嫁したいんだっていう話はもう、まあ、ちょっと前だとタブーみたいな感じだったのが、はい、今はもう社長さんが堂々とそういうふうに考えていますと。うん、で ただ少し止められているのはその販売するこう、まあ、販売するこの会社がですね、まだ抵抗しているとか、お客様向けにもっと安く維持しようとかですね、あるいは社内にまだパラパラとそういうのは我慢しようっていう人がいるというふうに言うんですけれども、なんか大体はもうもっとこう転嫁していこうっていうこう流れが随分いろんなところで起きているのは感じますけど。はい、吉田さん、じゃあインフレ緊急中です、はい、ですね、日本もいよいよやってくるかなという感じですね。最大のテーマになってくるんではないかということです。ではここからは、事前に皆様から、チャットでたくさんの質問頂戴しております、できる限りピックアップしてご紹介していきたいと思います。まず最初の質問です。利上げ観測で日米ともにグロース株が売られていますが、その中でリクルートが大幅に下がっています。基本的にホールドでよろしいでしょうかということで、ひろきさん、リクルート、はい、
ホールドでいいと思います。まあ、今のその金利上昇っていうんですかね、まあ、アメリカの利上げ、要は金融引き締めの中でグロース株が売られるっていうのは、まあ、典型的な教科書通りの動きなんですけれども、これからやっぱり、まあ、その状況がですね、全部一旦マーケットに織り込まれてくると、もうその単純に FRB の金融引き締めでグロース株売りっていうところから次のところに移行してくると思うんですね。それは結局その何のためにその金融が引き締められるか、それはいわゆる経済が正常化し景気が拡大していくから逆に金融が正常化できるんだということになって、まあ、いい金利上昇ということになればですね、まあ、それと株高が共存する。そうなると単にグロースを売ってバリューを買うっていう動きじゃなくって、うん、本当の企業業績の選別になってくる。そういった時に、うん、じゃあ何が企業価値を向上させていけるかというすると、リクルートの持っているようなヒューマンキャピタルの強さ、人的資本の強さ、それと、デジタル化、DX の組み合わせた企業経営力の強さ、そういったものが評価される局面というのは僕はかなりの確信度で来ると思ってますので、今が一番厳しい時なので、もう少しというか、まあ、かなりのロングタームでバイアンドホールドで、この企業はいいんじゃないかなと思っています。必ずしも、はい、あ、いいですか。はい、リクルートはアメリカにインディードも持ってるので、あ、まあ、今岡本の話があったアメリカではもう人件費がもううなぎ登りっていうことを考えると、まあ、そういう観点もやっぱりリクルートなんか見るときには見といた方がいいと思うんですよね。はい、人材派遣とか、まあ、人材扱うところはかなり収益が上がっていくだろうと。しかもアメリカの大手を持ってますからね。そして、まあ、必ずしもグロースが終わったわけではないんだというお話、今ひろきさんからありましたが、岡本さん、アメリカの株で、アフリカのアマゾンと言われるジュミアテクノロジーズの株価がちょっとこうかなりこう大きく乱高下して今下がってるとこなんですけど、今後の展望いかがでしょうか。まあ、この銘柄の1年前に私のセミナーで紹介させていただいた銘柄なんですけれども、まあ、決算が予想を下回って、売られ続けてきているという状況なんですね。まあ、ここまで下がってくるともう悪いニュースっていうのは織り込み済みだと思います。で、この会社の投資をするにあたって、考えていただきたいのは、これアフリカで e コマースをやるということはですね、まあ、これ、なんていうんですかね、先進国の日本やアメリカでやるのとは全然また違うわけですよ。で、この会社のその投資のテーマっていうと、アフリカのその長期的な経済成長であるとか、人口の伸び方、中間層の拡大と、そういうまあ非常にこう長いトレンド、1ヶ月で起きるって話ではないわけです。やっぱり数年かかる、もしくはもっと長くかかって起きることに対する投資ということなので、来期の決算がいいからということでお勧めしているわけではございませんということなんですが、かなり今の株価っていうのはアンダーバリューされていると。で、アナリストのコンセンサスの予想からすると 90% 割安になっているということなんですね。で、ちなみに決算は来月の2月4日に発表される予定になってまして、まあ、これ赤字の50セントなんですけれども、まあ、着実に会社はやるべきことをやってますので、どこかでそのマーケットに評価される時ってのは出てくると思います。下げが激しかった分上げも激しいというふうに思います。で、売上の予想なんですけれども、今年は年間で 1.8 億ユーロ、これは前年比でプラス 27%、 そして来年2023年は現時点では 2.4 億ユーロということでプラス 32% ということになってますので、私は今のこのレベルっていうのは非常に魅力的なレベルで、数年経って後で振り返るとあの時のあの株買ってのもったいないなというふうに思われると思います。はい、下の余地がもうほとんどないってことですね、というふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。続いてはポートフォリオの一部として J リート組み入れる場合の考え方として、個別銘柄を買いに行くのか、買うとすればオフィス、物流、レジデンシャルなどどの区分がいいのか、他のポートフォリオとのリスク分散目的ならインデックス投資などがいいのかといったような質問が来ております。大月さん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、これから入られるのであれば、やっぱりエントリーとしてはなるべくこう分散している形で、おっしゃっていただいたように、インデックスにするのか、あるいはやはり、かなりグレーというか幅がありますから、いいところと悪いところと、そういう意味では悪いところを外すっていう形で、いくつかその業種で買っていくか、あるいは業種の中でレジとか物流はこれはやっぱり、一ブーム過ぎたとは言われてもやっぱ鉄板ですよね。ですので、ここら辺はボラティリティも高いものも業種でありますけれども、それでもリターン高いので、レジ物流あたりはやっぱりいいと思います。オフィスは真ん中ぐらい、ホテルはまだもうちょっとお待ちいただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ポートフォリオ戦略運用の考え方ということで、先ほどミニパネルディスカッションでお話伺ったんですが、松本さん、不動産セクターっていうのはここからいかがなんでしょうか。いや、それは私あんまりどうでしょうかね。結局、でも日本というか日本ってストックが大きい国で、株と不動産っていう、不動産って一番大きい資産セクターですよね。金融資産の倍ぐらいあると思うので、それがやっぱり日本は世界各国に比べて、すごい低いというか安いんですよね。この20年間見ても株も不動産もアメリカとかすごい上がったのに、どちらも不動産も株も日本ではほとんど上がっていなかったという、そういった状況もあったりするので、でこれからを考えると、不動産セクターも不動産も大きなポテンシャルはあると思うんですが、日本のものに関してやっぱり政策がどういうふうになっていくかっていうのが大変大きいと思うんですよね。みんなが住みやすいように不動産の値段をあまり上げないようにするという政策を日本は取ってきたし、で、そういうのではなくて不動産の値段も上げる、株価も上げる、その代わり上がった時には税金をもっともらえますっていうように政策が転換されると、こういったストックの価値ってのはもっと上がるんじゃないのかなとは思います。いずれにしろ、ポートフォリオ全体で考えると、もっとその、分散することが大変重要だとは思うので、リートじゃないね、不動産セクターとか不動産のを、持っていくというのは、今後の選択肢としては、これだけ、だんだんインフレも来ようという時ですから、考え始めてもいいんじゃないのかなと思います。はい、ありがとうございます。続いて、年明け下がりに下がった好業績のマザーズ株を購入しました。時期尚早、早すぎたでしょうか。ひろきさん。僕もね、考えたんですよね。これだけ下がってますからねっていうことで、ちょっとね、手出しそうになったんですけど、もう少し待とうかなと思ったんだけど、個人的には。ただ、そろそろ一旦いいとこが来てると思うんです。去年の12月に急落したっていうのは、IPO が1月で30社っていうね、そういう特殊的なその需給の、乱れっていうのも、マザーズの急落に拍車かけた面があるんで、それが一旦なくなったっていう点ではですね、そろそろ下げ止まりを探ってもいいかと思います。ただ、これ先ほどからのその質問にあるような、いわゆるグロースからバリューへの転換の中で、日本の新興市場もグロースストックの一つという中で、売られている分があるので、そういう意味だとするともう少しかかるかなという気がします。あと、もう一つ、日本のやっぱりその今市場再編とかいろいろ言われる、その影響も出ているということ、それからやっぱり根本的には政策、政治的なスタンスでしょうか。やはりその今回の岸田政権、どうしてもその新自由主義的なものをこう否定してますから、そうすると規制緩和だとか、規制の撤廃だとか、そういうことをせずにですね、温存ということ、これだけ倒産数が少ないっていうのは全部救っちゃってるわけですけど、逆に言えば自由競争をもっとその活性化させて、若い企業、新興企業がですね、どんどん活発に動けるような規制を撤廃する、それから先がつかえて動けないところを、新陳代謝で排除してもらう、退場してもらう、そういうような政策に転換しないと、やっぱり新興市場の本当のその発展というか、大きな上昇というのは望みにくいのかなという気がしますけど。ゾンビ企業がたくさんあるというふうにも言われてますけど、あと
個人的に気になるんですけど、史上最変でマザーズっていうのがなくなるんですけど、マザーズ指数っていうのもなくなるんですかね。うんだと思いますよ、やっぱり、うん、インデックスなくなっちゃうんだったらなくなっちゃうんじゃないかと。マザーズ指数もなくなる、ね、はい、ありがとうございます。続いては、吉田さん、アメリカの金利上昇によって円安になっているんですが、対外純資産国です、日本は対外純資産国です、最近はインフレ率が為替に反映されていないように思うんですが、最大でどのぐらい円安になることがあるとお考えでしょうか。今日本編で言いましたけれども、テクニカルに長期移動平均線からの乖離率なんかを参考にするとですね、はい、例えばすごい行き過ぎたドル高円安が展開した場合って140円とかっていう風な計算にもなるわけですよね。ですからただ僕はそこまでの円安にはならないと思っていて、今日も本編でご説明した通り、購買力低下との関係なんかからすると120円を超えるのがやっぱりせいぜいなのかなと、125円とかね、そのぐらいがせいぜいであって、そういう140円に向かうような円安にはならないとは思っていますけれども、繰り返しになりますけれども、長期移動平均線との関係から過去実績を参考にすると、すんごい円安になった場合には140円というのも、ね、計算上は出てくるので、その辺も少し参考にしていただきたいなと思います。それと対外純資産国であるということは、何かこうショックがあったときに結構円高になりやすい、日本に円が戻ってくるということで円高になりやすいとも言われていますが、なんか最近はそういう動き少ないように感じるんですが、いかがでしょうか。なんといってもやっぱりアメリカ株が、ね、はい、ものすごい強いわけですから、なかなかやっぱり本格的なリスクオフっていうのをもう忘れかけてきてますよね。まあ、逆に言うとだからこそ久しぶりにそういう本格的なリスクオフに見舞われて、うん、なおかつその円ショートが逆流するっていう風になった場合には、円高リスクっていうのはもちろんあり得るということだとは思いますけれども、はい、ありがとうございます。そして大変日本の個人投資家の間でも米国株投資人気なんですが、松本さん、米株の取引で銘柄ごとに信用データ需給を見れるようにしてほしいというご意見があります。日本は制度信用という仕組みがあるので、うん、まあ、これ日本独特の仕組みなんですよね。だから数字が、制度信用数字という形で簡単に信用のデータが出るんですが、アメリカの信用というのは基本的に証券会社が全部供給しているもので、制度というものがないので、その、なんですかね、セントラライズとされたデータってのは多分ないと思うんですよね。だから、プロ向けの、データであると、こう、でも、こんな状況だろうみたいなのが、流れていたりもするんですけれども、日本のような形ではご案内ができないっていうのが今の状況だと思います。ただ、アメリカもですね、もう個人投資家の存在感がどんどん、まあ、昔から個人投資家大きいんですが、ロビンフッドだとかそういったこともあって、個人投資家が直接、相場に関わるという意味での存在感が大きくなってきたので、この数年で。だんだんアメリカでもそういったデータとかも整備されてくる可能性もあるので、まあ、そういうのをしっかり、見て、お客様にも、日本のお客様にもご案内できるように、なればしていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして米国株ですが、このところバリューへシフトしているようですが、現在低 PER である新興国株への投資というのは岡本さんいかがでしょうか。まあ、先進国は、まあ、アメリカを筆頭にこう経済のリオープニングっていうのが起きているわけですよね。そして新興国っていうのは、まあ、先進国の経済成長をこうラグして、まあ、リバウンドしてくるっていうことだと思うんですけれども、加えて、そのグローバルな株式投資っていう視点で見ますと、確かに新興国っていうのは長い間、株価のパフォーマンス良くなかったんですよね。で、そういった意味では、PR の低い銘柄に投資をするっていう考え方っていうのは非常にこう正しいというふうに思ってます。その発想は私非常に大好きです。とてもいいと思います。
はい、長期で見ましょうということですね。ありがとうございます。続いて暗号資産の税金規制、税制ですね、日米の税制についてお伺いしたいですということで、これは大月さんいかがでしょうか。はい、そうですね、ここがご指摘の通り一番のネック、暗号資産を日本で投資する場合のネックで、この方ももうご存知のところなんだと思いますが、日本だと雑通所得扱いということなんで、そうすると、まあ、その方の年収によるわけですが、最高だと住民税を含まず 45% で、住民税込みで 55%、アメリカはどうかっていうと、通常の投資と同様に扱われるので長期と短期で分かれちゃうんですが、長期だと軽減税率がかかりますから、受けられますから、そうすると0から、20% ですね今、短期で売買するとさすがに高いんですけれども、それでも日本よりは低くて、それも状況に応じてなんですが最大で 37% です。ここのところが変わっていけば大きく、ね、変わるんでしょうけど、今のところはこのまま変わらないんじゃないかなというところですね。はい、選挙とこの暗号資産の価格関係ありますかね。あ、選挙ですか。はい、あ、アメリカの選挙、はい、中間選挙、そうですね、中間選挙で大きく今議会が割れているからここが通らないとかそういったことがないので、そこ自体、選挙自体はあまり気にしていないんですけれども、はい、引き続き規制っていう意味で大きいのはアメリカでビットコインの先物 ETF が去年、はい、解禁になって市場で取引されるようになって話題になりましたので、まあ、次は現物がどうかと、現物 ETF がどうなるのかっていうのがまだペンディングだったりしますので、そこら辺がどうなるかっていうのは規制の面では気になるところですよね。はい、大月さん、メタバース NFT のセミナーがあるんですね。そうなんです、はい、そうです。来週、再来週だったかと思うのですが、コインチェックさんと合同で、NFT のもう大家でいるアモーさんと一緒に、あとこちらのマネックスユニバーシティの松島というものと3人でやりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。はい、皆さんご覧ください。そして、中国への質問が来ていたかと思うんですが、中国株取引を行い予想以上に資産が積み上がって、ポートフォリオの 20% になっておりますと、保有株、通信、交易など安定感のあるものなんですが、習近平政権の政策リスクに不安を感じていますということで、松本さん、中国どのように見ればいいでしょうか。あ、これ私の前にヒロキからちょっと答えてもらって、その後に答えたいんですが、ひろきさんどうですか、中国。じゃあ松本さんの梅雨払いということでこれもまた僕も受け売りですけれども、世界最大のヘッジファンド創設者レイ・ダリオさんがですね、中国っていうのは長期的に国力が上昇していくっていうような、ね、ことを、まあ、日経のインタビューで答えてらっしゃって、それはさまざまな予測機関が、今2大経済大国、アメリカが1位、2位が中国ですけども、もう中国がキャッチアップしてアメリカを抜くだろうというのはかなりの確信度で語られている通りだと思います。なのでここはもう国のシステムがいいか悪いかっていうと、それはまあやっぱり抜きにしてですね、やっぱり中国が発展している、いろんなさまざまな問題を抱えながら発展しているというのは間違いないと思うんですね。で、さまざまな問題を抱えてない国なんてなくって、アメリカだってそうだし、日本なんかその最たるもので、そう考えると我々から見て中国経済の異質なところ、中国の政治社会、習近平政権の在り方も異質なところいっぱいあるんだけども、全部さっぴいて中国経済は成長し、アメリカを抜いて1位になる。これは多分にすごくその角度が高いんだと思う。そうするとやはりそこへ、そういう国へ投資するというのは間違ってはいないだろうと。やはりこの過去30年振り返ると、日本株っていうのはすごくもうジャパンアーツナンバーワンの時代からどん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 地盤低下、沈下が進み、今やグローバルの株式に占める日本株の割合って 5% ぐらいしかないわけですね。そうすると、じゃあずっと成長してきた一番のアメリカがある、じゃあそれに次ぐぐらいのポートフォリオ
業のウェイト、ご質問者様は 20% とおっしゃられたけど、まあ、全部のグローバル株の中で中国 20% 入ってても僕は全然違和感はないんじゃないかなと思います。はい、松本さんどうでしょうか。いや、ひろきの、ま、全く言う通りだと思います。長い目で見て、まあ、GDP の比率と同じような資産の比率を持つっていうのはすごいこう合理的だと思うので、いいと思うんですよね。ただし、まあ、習近平さんという独裁者が、引っ張っている国であるので、まあ、たかが人間されど人間であるので、そういうこう人間リスクっていうのは他の国よりは大きい可能性があるということは思っておいた方がいいと思うので、でそう考えると、心配になったら少し、まあ、ポジションを減らすとか、あるいは少なくともいざという時に急いでポジションが閉じられるような方法というか、頭の体操をしておくことは必要で、重要ではないかと思います。はい、ありがとうございます。そして吉田さん、 CPI アメリカの消費者物価指数 7% という、ね、ものすごい高いインフレ率が出たりすると、名目金利との乖離が出て実質金利ベースではこれが下がっていくということで、まあ、こういったことが理由で、まあ、円高になるというような、まあ、そんな値動きが見られたようですが、このあたりはどのように考えればよろしいでしょうか。今週の動きは今おっしゃったような感じですよね。今週アメリカの金利全般的に、まあ、上昇傾向ついたんですけれども、それでもドル円は、まあ、114円割れということでドル安円高になりましたし、はい、で大事なのはユーロドルなんかでもユーロ高ドル安になってて、でそれって名目金利の上昇よりもインフレ率を引いた実質金利の低下になんかこう反応しつつあるなというところがあるんですけれども、より大きな枠組みで見れば景気への影響がやっぱり一番、要するにインフレ率が上昇するとともに景気後退が同時に起こるっていう風なスタグフレーションってことになってくると、過去の経験的にはやっぱりかなり通貨安の確率が高くなるということですから、インフレ率の上昇だけだったらどっちかって両方の可能性あるんですけれども、景気が減速してくるっていうことになってくると通貨安のリスクが高まりますので、その辺は注意しなければならないと思います。はい、ありがとうございます。最後に日本株の未来が明るいのかどうかちょっと伺いたいんですが、大月さん、銀行株持ってる方多いと思うんですね、今。三菱、MUFJ とかいかがですか。はい、日本株明るいかというか、銀行株が明るいかということですかね。はい、はい、もう最近、いろいろな、ストラテジストの方とか、アナリストも、銀行推しの方がすごく多くて、金利上がる、それはもう銀行株にプラスっていうことなんですけれども、実はやっぱり銀行アナリスト界だと、これ収益に特に日本の場合っていうのが結びつきづらいっていうことで、決して銀行株買いを否定するつもりはないんですけれども、はい、少しやっぱり収益との連動は見ておいた方がいいのかなと思いまして、うん、そういう意味でも MFG をおっしゃっていただきましたけれども、海外の比率が多いっていう意味ではアメリカの金利の上昇の恩恵を受けやすいのは確かなんですけれども、ただ、調達の方の金利も上がってしまいますし、MUFG の場合は昔ほどにはリテールの調達源というのも、売却してしまった銀行オペレーションがあるのでそこまでじゃないということですと、まあ、銀行買いを否定するものでもないといった理由は、金利が上がればというこのストーリーが非常に強いので、連れ高で上がっていくってことを多分そこは実現すると思いますというのが1点と、それからさっき申し上げた新しい金融というかさまざまなキャッシュレスの動きというのが銀行も相当工夫をしていまして、来年にはごめんなさい、今年の後半ですねには、メガバンク群で新しい電子マネーというかですねを作りますね、コインを作りますので、そこら辺も含めて、頑張って、新しいことに取り組んでるという意味合いから、上がるかなというふうに楽観的に比較的楽観的に見てます。はい、ありがとうございます。
もっとお話伺いたかったんですが、お時間が迫ってまいりましたので、本日ご視聴いただいているお客様に、講師陣の皆様からメッセージを頂戴したいと思います。では吉田さんからよろしくお願いします。マネックス証券に移籍して2年余りになったんですけれども、その大半がコロナ禍ということで、かなりそれまでの生活環境とも変わって、その割には生活環境変わった割には買う層が全然動かなくて、せっかくマネックス証券に移ったのになんか出番ないなっていうふうな状況、時間が長く過ぎたんですけれども、ようやく今日話したみたいに買う層も動き出しましたので、でボラティティもさらに上がる可能性があるので、これはまさに自分の腕の見せ所だなっていうふうに思って、この2022年を迎えています。しっかり仕事をやっていきたいと思いますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では岡本さん、お願いいたします。はい、アメリカ株といってもやはり日本のマーケットでなくて外国のこう株式市場であるわけですよね。で、まあ自分もその投資家の目線で、まあマーケットを見るですが、残念ながらこうなかなかこう楽なマーケットって来ないわけですよ。ただまあ長期的にパフォーマンスがいいっていうのは皆さんご存知の通りだと思うわけですよね。で、去年もその結果としてパフォーマンスは良かったんですけれども、やっぱり株価が乱高下したということがありました。で、今年もその利上げの年ですから、株価はもっと乱高下するのではないかというふうに思います。ゆえに皆さんにリバインド差し上げたいのは、長期的な視点でアメリカ株に投資をするということを忘れないでいただきたい。ということであります。で、一番いいのはもう、株価を毎日チェックしないっていうのが一番いいんですね。で、年末に、こう、久しぶりにこう株価をチェックするっていうのがベストなんですが、まあ、そういうわけにもいきませんので、まあ、私の方も、Twitter ですとか、マネキ証券のセミナー等でですね、いろんな人の視点で、マーケットの状況をお伝えしたいと思っておりますので、ぜひ、引き続き参考にしていただければというふうに思います。ありがとうございます。では大月さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。今年は大荒れということを我々の方でよく言ってますが、もう本当に今年いつも以上に読みづらいと思いますので、まあ、こう荒れれば荒れるほど、ニュースって増えていきますよね。いろんな形でのニュース情報が溢れると思います。で、そうなるとやっぱりニュースの信頼度ってすごく重要で、ニュース情報のですね、で新しく、投資を始められた方って、特にもう動画とかもいろいろ、いい情報ソースってあると思うんですが、一方で、その信憑性とかデータのそのどこから取っているのかですとか、そういったことも十分にこうご覧いただきながらやっていただきたいと思います。昔で言うとこうトイレットペーパーがなくなると言って走ったとか、ああいうふうに、信頼度が低い情報に踊らされて、損してしまうとか一番残念だと思いますので、まあ、我々も、できるだけ信頼性の高い情報を、出していきたいと思いますし、まあ、ツイッターであれば岡本のツイッターとかですね、そういったところの、ものを見ていただければと思いますし、我々もできる限り正確で、皆さんのサポートになるような、情報を、常に、アップデートしていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続いてひろきさん、お願いします。はい、いつも毎年こういう年始の頃には今年の予想、日経平均の予想なんて出させていただいてまして、で、毎回僕の予想が市場関係者の中で一番高いんですけれど、まあ、今年も最上位をキープできて嬉しいなと思ってますが、今年は特に抜きん出て高いです。だいたい市場関係者みんな3万2000円前後ぐらいに固まってるんですが、僕の予想だけ飛び抜けて高い。それはお前がその天の弱だからひねくれてんだろうと言われますけれども、確かにその通りなんですが、よく言えばですね、
常識を疑ってかかるというか、そういったスタンスの結果だと僕は思ってるんですね。ハワード・マークスというオークツリーキャピタルの創業者がいて、彼は相場は難しいので一時的思考では勝てないとずっと言ってます。つまり普通の人が考えるような発想じゃ勝てない、二次的思考をしろと言われてます。だから逆に言えばコンセンサスの裏を行くわけですが、今はそれを何を言ってるかというと、インフレですね。今日の注目テーマ、やっぱり皆さんインフレを挙げられていて、市場関係者の大半もインフレだ、フェドが金融を引き締める、だから金利は上昇する、これがもうコンセンサスだと思うし、まあ、おそらく間違ってないんだと思います。ただ何かそのコンセンサスが変わる兆しに目を向けるというのは重要で、すでに直近出た CPI 39年ぶりの高さ 7%だけどマーケット反応しない、金利は逆に下がってます、予想通りだからです。翌日出た PPI は予想に達しなくて、前月比ではむしろ低下してます。これをもってブルームバーグあたりはインフレ沈静化の兆しかと報道してます。中国の CPI、PPI、これも予想に届いてない。インド、エジプト、これも届いてない。インフレが収まってる兆しが一部で出てくる、これはやっぱり目を向けとく注意点じゃないかなと思います。コンセンサスを疑うということが重要だろうと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後、マネックス証券会長松本大樹より閉会のご挨拶も兼ねてよろしくお願いいたします。今日は長い時間皆様どうもありがとうございました。今日 あの話を聞いていてもですね、本当にこう、新しいことが起きていて、まあ、メタバースとい こうインターネットに変わるというか、インターネットの次のですね、ブロックチェーンを使った新しい世界ができてきているとか、あるいはまあインフレについて今ひろきの話にあったように、もしかしたらもう収まってくるのかもしれないけれども、まあ一方で数十年ぶりの数字なんかも出てきたりとか、金利も動き始めた、為替も動き始めたということで、やっぱりこういろいろなことがですね、全く今までとは違うことが起きている、そういう時代なんだというふうに思います。でそういう時だからこそ、塚本の、私で、ミニディスカッションもしましたけれども、分散という考え方が大変重要であり、また分散と同時にですね、やっぱりこう、オポチュニティがすごいあるんだと思うんですよね。こう、インターネットが出てきた時に、もし Google の株を買っていたらどうなったんだろう。今、メタバースが始まった時に、何かを買ったらすごい儲かるんじゃないかとかですね。やっぱりこう、インフレがどうなるかでも、そこをしっかり、考えると、大変面白い投資のオポチュニティもあるという、そういう時なんだと思います。それは新しい会社に対する投資だったり、新しいセクターに対する投資であったり、あるいはもしかしたらコモディティとか、あるいはこう NFT とか暗号資産とか、そういったものにすごい投資興味があるかもしれないし、とにかく今、我々の皆さんの前に新しいオポチュニティっていうのがいっぱい転がっているのだと思います。で、アラン・ケイという、コンピューターの父のような人がですね、未来を予測する、最もいい方法は未来を、作ることだということを、彼は言ったわけですけれども、じゃあどこにオポチュニティがあるのかとか、どういうふうになるのかっていうのを眺めていて、そこにこう貼るというのもあるんですけれども、自分たちで変えていくっていうのが、もしかしたら、多分一番、いい方法だと思います。で、例えばマネックスアクティビストファンドみたいな形で皆さんと一緒に日本の企業や日本の政府に対して働きかけをして、しっかりとその企業価値、株式価値のみならず資本市場を良くしていくとか、そういったこともですね、やはり自分たちの投資というものを、皆様の投資というものを、良くしていく、守って良くしていくのには大変重要な、活動なんだというふうに思います。で、私たちマネックスはこういろいろな形で新しいオポチュニティをご案内するとともに、まあ、そういった自分たちで、そういう投資環境を良くしていこうということができるようなプラットフォームも、ご提供して、皆様の、ガイドとして、しっかりと努めていきたいというふうに思っておりますので、いろいろな形でまたご要望をいただければそれにもお答えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は長い時間本当にありがとうございました。